南小樽駅は、北海道小樽市住吉町にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、S14? 電報略号は渡る。事務官コ度は13116。快速、エアポート、ニセコライナーの停車駅として機能している。南村の愛称で親しまれており、駅構内の桜は、小樽市の桜の名所の一つになっている。小樽市では、 南小樽駅のバリアフリー化を含む、駅周辺のバリアフリーを一体的に進める、南小樽駅周辺地区バリアフリー基本構想を策定し、今後整備する方針にしている。1976年の南小樽駅、周囲約750メートル範囲。左上が、小樽方面及び、手宮線手宮方面。右上には、港湾埋め立て地に沿って、浜小樽へ。 貨物支線が走る。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成しましホーム一面二線を有する地上駅。掘割の下を線路が走っているためホームだけが低くなっており、駅舎、ホーム間の移動は、五線橋で行う。ホーム上には両徳橋がかかっている。駅舎、ホームの間に、旧手宮線の名残を見ることができる。 業務委託駅、緑の窓口、自動券売機、自動改札機、セブンイレブン設置、駅舎側より記載。小樽市統計所によると、近年の年度別乗車人員の推移は、下記の通りである。メルヘン交差点まで徒歩約8分、竜徳寺まで徒歩約10分に位置している。ありがとうございます。